3月24日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93M1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです 辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心溢れる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。大変です。大変 ラジオを聴くの皆さん大変なことが起きてしまいましたし今スウェズ運が通れませんあ<ー>スウェズ運が通れない <laughs> え関係ないですかあまりちょっと身近な話題とは言えないいやー,、ね、ー船もね出かけりゃいってもじゃないんですよ<ー>でかい船がですね、えー、スウェズ運河の幅っていうのはあの本番直前に調べたら幅が二百五メートルらしいですはい、はい、で今現地から やってきている最新の映像を見ますと、ぬ、えー、アンと、幅があの205メートルしかないところにですね、はい、 全長400メートルぐらいの巨大なコンテナ船が。全長400メートルってとてつもなく大きい,長いまあでもそのぐらいの船は結構ありますよ。<あ>東京タワーが333メーターですよね、か確か。大きいってことですよ、ね、や、東京タワーより大きい。東京タワーぐらいの大きさの船って結構ありますよ。アメリカの空母とか、だいたいみんな300メートル台ですから、ああまあコンテナ船の一番でかいやつだったら400メートル。まあまあ、かなりでかいですけどね。え、その400メートルの えー、コンテナ船がですね、うん、写真で見ると、完全に真横になって、運河全体を塞いでるように見えるんですが、はい、あり得ません。だって、運河の幅は200メートルしかなくて、コンテナ船の長さは400メートルあるわけですから、確かに斜めに突っかかってる状態です。<ー>完全に詰まっちゃった感じですね。なんで詰まっちゃったかというと、うん どうやらエンジン停止して電力喪失みたいな、うん、完全にコントロール不能になったらしいですよ。うん、スエズ運河っていうのは要するにまあ自分の動力を使って、えー、粛々とこう進んでいくんですね。ええ、大体普通の船だとですね、通過するのに半日ぐらい、12時間から18時間ぐらいであの通り抜けられるんですってかかすスエズ運河。<laughs> ちなみにスエズ運河は場所わかりますよね。はい、アフリカの北東部の地中海、はい、その抜けると航海か。うんうん <laughs> そうですね。 えー、あの、細いところがありまして、はい、アフリカの北東のところと、ヨーロッパの地中海から、えー、インド洋の方に抜けようと思うと、ここを通らないと、うん、アフリカの南端をぐるっと回らなきゃいけなくて、アフリカの南端ぐるっと回っていくと、まあ、いくらなんでも時間かかりすぎだべ、えー、ということで、ショートカットで地中海の東からですね、えー、ピュッとあのインド洋の方に抜けられる、えーえー、ルートなんですが、船で通って12時間から18時間ぐらい、うんうん、幅200メートル、すごい運が作りましたよね。これがなかったら本当にあの、アフリカ の南グーッと希望法の、希望法、希望法ですね。希望法。これがなかなかね、ヨットで世界一周する人にとって難所に2か所あるんですが、まあいっぱいあるんですけども、一番恐ろしいのが魔のー温岬って、魔のー温岬っていうのは、あの南米の突端なんですね。この突端のまあ南米の突端って、北緯40度か50度ぐらいあると思うんですが、ものすごい風が吹いてて、 ここは通るのに恐ろしいんですで希望法というやつはそれよりも若干北側にありますから南米の南よりはかなり北側にあるので北側にあるということは南半球における北側だから赤道に近いんでそんなにひどい天気にはならないんですがでもアフリカ大陸全体をヨーロッパから アジアに行くのに迂回しなきゃいけないんですから、とんでもなく時間かかるんですが、これ、スエズ運が通れば地中海の東からピュッと抜けられますから。できた時感動したでしょうね、これね。これできたのがいつかというとですね、はいはい、明治維新の翌年の1 8十9年ですよ。ーすげえなよくこんなでっかいもん作ったよなと。だから運がここを確かに掘ればつながるよなって思ったんでしょうね。全長193.3キロ。 193キロにわたって幅200メートルの水路を作っちゃうっていう、いうことなんですが、一番深いところはですね、20メートルあるらしい。20メートル以上ある。水深24メートル。 だから、喫水って言ってですね、船底から、あの、水面のところまでの高さが20メートルぐらいの船までなら通過できるっていうか、まあ、たい基本的に世界の船って、スエズ運河とパナマ運河を通過できるように設計されてますから。それ以上、でかい船作ったって、ここ通れなかったら世界の貿易に使えないんで、まあ、あの、設計の基本方針がそうなってるんで、おそらく、スエズ運河を通れる船の最大、 でかさの全長400メートルのコンテナ船がエンジン多分止まっちゃったかなんかであの進めなくなっちゃってあとこう流れに流される形で船って進んでないとコントロール効かないですからなんとなく微妙にググググググって横倒しになっていってで幅が200メートルしかないところに全長が400メートルですからバスって詰まっちゃったんですね <laughs>。バスっって詰まっちゃううとどうにもなんなんいですよこれ 両側砂漠ですから、多分、まあ、護岸工事されてるのかもしれないですけど、はい、船の威力ってすごいですからね、うん、そんな中途半端な護岸だったら、護岸なんかぶち壊して砂漠の中にズボって入りますから。<laughs> で、それがね、めんどくさいのは、でかい船ってバルバスバウっていうのがあるんですよ。バルバスバウ。バルバスバウ。言いにくいですね。バルバスバウ。バルバスバウ、バルバスのバルバスは何かというと、うん あのバスボンとは関係ないんですねはい、はい、<laughs> バスボンって何ですかって知りませんか <laughs> 商品名ですよねいや昔ねかわいい2人組のね 2>、うん、あ2人組じゃないなモデルさんがですねバスボンの宣伝しててですね、はい、歴代このバスボンっていう入浴剤の宣伝に出てくる女の子はむっちゃ可愛い,いんですけど。うん <laughs> 何の関係もないですね。そうですね、はいえー。バルバスバウっていうのは、バルブの形容詞でバルバスなんです。バルブのことバルブ、バルブわかりますか、はい、バルブっていうのは、うん、いや、その今、手で何かを閉じる仕草さをしましたが、のそのバルブじゃなくて、<laughs> はい、なんか膨らんでるもんですよ。ああ、はい、膨らんでる、膨らんでる感じのもんですね。はいはい、あの膨らんでるもんで、実は大型船って、あの、普通に、 こう見、見ると、船の上は、まあ、傾斜してますよね。先っぽが。一番、先っちょが、あの、水面より一番高いところにあって、そっから、船の手前に向けて緩やかに傾斜してるっていうのが普通の船の形じゃないですか。ところが、その、そっから先、水面になると、もう一遍前に突き出すんです。ぐっと突き出すんです。これがバルバスバウっていう。 で、これ、バウっていうのは船の一番最、えー、取ったのこと言うんですが、はい、これ、バルバスバウっていうのは、船で見えてない水面下の一番先端部分<ー>いって、一辺こう、手前に落ちてきてて、ぐっと前にもう一辺突き出すんです。こ,これ、何のために突き出すかというと、はい、今、目の前で、えー、素晴らしいイラストを、<laughs> あの、増山さんがお書きになってますが、<laughs> 正解です。えー、増山さんが今お書きになってるバルバス部分よりも、もっと前に出てますね。ぐっ、うん、と前に出てます。もうほとんど、 船によったら、あの一番見えてる部分の一番最先端のところよりももっと先に突き出てるケースがあります。それが何のためにそんなものを水面下に作るかというと、わざと波を起こすんです。で、わざと波を起こすことによって、船本体が起こす波の波長を消すんです。 この仕組みによって水の抵抗をあの少なくして、早く前に走れると。うんうん、普通に船走らすと、こう波が立ちますよね。はい、で、その波が立つよりも、ちょっと早い段階で、その波を打ち消す波を作っちゃうんです。水面下のその突起物で。それで、あの、船によって発生する波と、相殺って、相殺わかりますね。はい、お互いに相消し合うことです。うん、相殺することによって、波を抑えて、水の抵抗を抑えて船を早く走らすために、 水面下の見えないところで大きな船って前にグッと出っ張ってるんですよ。なるほど,どうやらそのバルバス部分っていう船の下にグッとつあの、はい、突き出してる部分がスエズ運河の端っこにボンとぶち当たってるんじゃねえのって話ですね。ええ、で突風にどうもね船会社台湾の運航会社の船らしいんですが、はい、まあ一応船からの連絡があって突風に煽られて船体が進路からそれたということなんですが。 普通に前に向かって走ってる限りは、そんなにお、おあの、航路が変わることがないんで、やっぱ期間系統に何かトラブルがあったんじゃないの、ね、とは思いますけども。はい,はい、はい。ずれにせよ、そういうことで、現在、この時間も、まだ、えー、スエズ運河に巨大な船が、 詰まっております困る方がりまので、はいはいそれに続く船がみんなその後ろに <laughs> 団子のようにつながってるという、えー、い団子状態でつながってるという、<ー>もうどうも100隻ぐらいが団子状態に繋がってるということで、やっぱりね、船ってやつはいっぺんね、うん、出ちゃうとね、 もう何が起きるかわかんないですから。大丈夫ですか辛抱さん、はいえー。結局そこに結論としては来るわけでございません。大丈夫ですか、えー、ラジオをお聞きの皆さんには、まあ、関係ないといえば関係ない話題でございますが、えー、私、実は今日がラスマイ。<laughs> ラスマイという言い方がどうも最近通じていないということがえようやくわかりました、ね、ラスマイじゃなくてラスマイなんですけど意味合い的にはラストの前だからラスマイなんですが一般的な用語としてはラスマイっていうことが多いですねうん、うん、で一番最後はオーラスですねオーラスの前がラスマイというまあ,まあいろんなところで使いますが多分オリジナルはマージャン用語じゃないかと思いますけどねマ、えージャンっていうのがまあ半ちゃんっていうんですが。 基本的に、あの、東,東西南北、こう、親がこう回っていくわけですよ。はいうん、東西南北、親が回って一巡して二巡するのは半ちゃんっていうんですが、うんうん、基本グーゲームはこの半ちゃんで終わるんです。一旦仕切り直すんですね。はいうん、で、その半ちゃんの、だからまあ順調に親がまあ一回ずつやって、東西南北、東西南北、うん、トンナンシャペイ、トンナンシャペイと二巡回ると、一番最後の 8つ目がオーラスで、うん、その1つ前がラスマイで、うん、そのぐらいになると自分の手元の展望を計算してですね、えー、最下位はとにかく逃れようとかですね、<laughs> ギリギリあと何点取るとトップに立てると。で、マージャンというゲームはですね、うん、あの、トップに立てるかどうかで、 一番最後の手元の点数が大きく変動するような点数システムを組むことが一般的なんです。ううかだから、ラス前の局面で、はい、辻つま合わすためにはどうするかというのを頭の中で計算して、これから2ゲームをどういうふうに戦うかというのを考えるということで、とても重要なんです。うん、だから、ラストとラストの前というのは、うん、人生においてとても大切なので、<ら>今日は普段に増して一生懸命やろうと。<laughs> 思ってるのに本番1秒前に何か物食べようとしましたよね。<laughs> <laughs> 何なんですか <laughs> もう九振られる直前。なんなんですか。え、クリアンパイというものですね。あれ、そういう話じゃない。ラスマイですよ。今日一応。本番三十前に、私、三十秒前に、私がクリアンパイを食べたら、何か問題が起きますか。いや、一秒前ぐらいでしょ食べたら、喋れないじゃないですか。こんな大事なラスマイが。いや、私が喋らなくても、まあ、すやま喋れるから、大丈夫です。甘えないでください。はい。ということで、株と為替の値動き。て 株<は>今日の東京株式事情、えええ日経平均株価ですね、4日続落しました。昨日と比べまして、590円40銭安い、28,405円52銭で取引を終えました。これね結構下がった 日日連続って言うじゃないですか昨日の下げ幅はその前、先週の金曜日と月曜日、二日合わせた下げ幅が千円超えてたんですよ。で、二日、千円超えて、実は昨日が重要でですね、昨日がそのまま下げるのか、まあ、二日続けて大きく下がってますから、なんか持ち直すのか、過去の例で言うと二日続けて大きく落ちたら、まあ、昨日あたり持ち直すかなと思っていたら、昨日も続落したんですね。 ある意味、ちょっと歯止めが効かなくなっちゃってる感じがして、今日590円安で、4日続けて、だからトータルでまもなく2000円ぐらい下げになるのかな、4日分合わせると。 そんなことになってます。で、冒頭お伝えしたですね、スエズ運河が詰まっちゃったっていう話が、はいはい、あの、どうやら影響してないこともないみたいです。そうなんですか海運業っていうのは、やっぱ東証の中でも非常に大きな割合を占めてる、まあ、銘柄でもあるんですが、はい、その海運株が大幅に、海運関係の会社の株が大幅に今日下がったらしいですよ。 だからまあ冒頭ね、冗談めかして、いや皆さん大ニュースでスエズ運河が詰まっちゃいましたって言って関係ねえだろ、それと大半の方は心の中でツッコミを入れたはずですが、風が吹けば桶屋が儲かるじゃないですけど、スエズ運河が詰まると、東証の株が下がって、 ちゃうと大幅下がっちゃうとそういうことになっております世界はつながってるんですよはい。私もね将来世界一周するときにさーせ人の話は今切りに来ましたねどうぞあの太平洋だに成功した後はヨットによる世界一周を考えてるんですがそうなんですかこの時にですね大問題はあの魔の保温岬という南米のトッタを回ると危ないじゃないですかこの時にねパナマ運河ってやつをピュッと横切る 太平洋から大西洋にちょっと抜けられるんですよ、うん、カリブ海の方に、はいうん、それで,でアフリカ回ると希望方の方に回ると、うん、すげえ大回りで遠いから、うん、その時も地中海をこうずっと東に向けて、はい、ねあエーゲ海クルーズなんかを楽しんで <laughs> <ー>あとこのスエズ運河をチッと抜けちゃえばですね,<い>ね <laughs> だからパナマンとスウェズ運河 と抜けるつもりだったんですが<ー>セズンがが通行不能だとっていつの話してんだと,、うん、<laughs> きとはいどうも先に進めてください <laughs> じゃあ,あの為替の方もお伝えしておきます1ドル108円55銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと15銭ほど円高になっていますさあ日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ 4時台には第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんに3月の景気判断月齢経済報告について分析してもらいます5時台は首都圏の飲食店営業時間短縮4月21日まで継続へというニュースにズームします 番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。北朝鮮が今月21日に巡航ミサイル2発を発射したと韓国の連合ニュースが報じました。アメリカのバイデン大統領は挑発とは捉えていないという認識を示しました。 首都圏などにある主要30の大学のおよそ6割が4月以降対面授業を中心に行うことになりました。ロシアのプーチン大統領が23日、新型コロナの国産ワクチンの接種を受けたと大統領報道官が明かしました。ロシア国民の間ではワクチンへの不信感が根強く、プーチン大統領が接種を受けていないことが一因と指摘されていました。 ただ今回接種の光景を公表されていませんアメリカの国立研究所は23日イギリスのアストラゼネカが行った新型コロナワクチンの臨床試験について不完全なデータが含まれている可能性があると発表しましたこれを受けてバイデン政権のアンソニー・ファウチ首席医療顧問は効果や安全性には問題がないとの認識を示しました 政府は24日、今の国会に提出した法案のうち、12省庁合わせて20の法案と条約の条文や関連資料にミスが見つかったと、立憲民主党に報告しました。1992年、バルセロナオリンピック柔道男子71キロ級、金メダルの平成の三四郎こと、古賀俊彦さんが今朝亡くなりました53歳でした。 亡くなった原因は分かっていませんが関係者によりますと去年からがんの闘病中だったそうです。平成の三四郎古賀さん、えー、53歳という若さで、ねまあ、去年からがんの闘病中だったということなので亡くなった原因は発表されてませんが、まあ、がんということですね。 うーんあ平成の三四郎でもやっぱり病気には勝てないということなんでしょうが残念ですよねあの、もうどう考えたってそれは痛くて歩けないような状況の中で戦って金メダルをったという伝説の人ですからね、えー、長生きして後進の指導にあたってもらいたかったと思いますけども本当に残念であります、はいえー、残念なニュースで今の話と何の関係もないですが。 あの今国会、政府が法案を提出して、うん、これあの、いろんなところでケアレスミス、はい、まあなあ、分からんでもないんだよね、私、毎週金曜日に辛坊治郎メールマガジンっていうのを出してるんですが。いいいい 結構誤字字脱が多いと評判ででですねなんかというと一人で書いてますから一人で書くとね思い込みがあって自分でもう一遍確かめて読むじゃないですか確かめて読んでも自分はこう書いたはずだという思い込みがありますからなかなか見つけるの面倒くさいんですよ違う視点がだから全然違う人が読むと気が付くんですけども書いた本人はまず見直しても気が付かないっていうミス結構 ありますね。うん、で、なんで今これ政府がミスが多いかというと、はい、一つには、公務員が国会対応とで追われてて、ヘトヘトになっちゃってるというのが、ね、<ー>もう深夜まで、だって、1月にどっかの省庁で、なんか300時間とかなんか残業があって、これ1日計算したら、通常残業って通常勤務と他にやるわけでしょ、うん、そうすると通常勤務と残業時間を足したときに、 この人、どこで寝てるのって、これ、辻つま合わないんじゃないぐらいな勢いの残業だったというぐらい、今、公務員忙しい上に、で、リモートワークになってますから。で、普段だったら、顔見せってね、こう、お互いにこう、やり取りしてると、ざーっとできた条文みたいなやつを、その場で横に回して、なんか、まあ、LINE、まあ、LINE ってその、 今問題になってるラインじゃないですよ。あの、ネットという意味ですよ。<laughs> はい、そのネット上でやり取りしても、まあ同じっちゃ同じなんだけども、うん、でもやっぱりね、対面して、お互いに何かチェックし合うよりは、チェックが甘くなる可能性はあるな。なりますよね、ええ。ということも含めて、てね、別にその、だからミスがあっていいという話じゃありません。ええ、こういう時に、 政治家は言語道断みたいなことを与党も野党も言ってるんですが、自分のところに火の粉かからなくいいところには、本当に皆さん厳しい言葉を吐いてですね、<laughs> <ん>野党は審議拒否 <laughs> いやいや、それ訂正すりゃいいだけじゃんっていう、<laughs> うんなんかこういうので審議拒否って言ったところで、それでね、野党の支持率が上がるはずもなく、<laughs> あの高い金取って国会議員やってんだからさもっと真面目に働けよと文言だってそうやって審議拒否とか言ってまた国会が空転するとそれで残業増えて役人がミスを犯すことになるわけで、はい、もう大丈夫かこの国はとだからね私はこの大丈夫かという状況を後にですね、はい、太平洋横断に行くことに関しては若干の心苦しさというのも抱えているということは一応申し上げておいてもいいのかなと。 そうなんですか。え嘘でした。<laughs> はい、えー。北朝鮮が巡航ミサイル2発を発射しました。はで韓国の聯合ニュースが報じたのが24日なんですが、これだけ聞くと韓国のマスコミはよくそういうのを察知したな。 と思うんですけども、そうじゃなくて一日早く二十三日の段階でアメリカのロイターが報じております。えー、アメリカのロイターが報じたのが一日先なんで、そのアメリカのロイターはどこで情報を得たかというと、えー、っとアメリカの高官がですねバイデン政権の当局者が匿名を条件に北朝鮮が先週末に二発の短距離ミサイルを発射したと明らかにしていると、こうなるとどこの国が 短距離ミサイルですからだから、はい、あの中距離とか長距離の弾道ミサイルの場合間違いなく日本の自衛隊の監視網でも探知することができますが、えー、短距離ミサイルとか巡航ミサイルということになると。 うーんそんなに簡単に探知できないだろうねと、どこの国がどうやってこれを探知、どのタイミングで探知したんだろうかというようなことに関して、ものすごく私なんか気になるわけですよ。つまり、アメリカが発表してると、アメリカの例えばスパイ衛星等の探知網で、 探知してるのかそれは日本にはできるものなのかできないものなのかって日本の安全保障から考えるとやっぱり短距離ミサイルでも脅威ですからそのあたり日本に探知する能力があるのかどうなのかと今回アメリカの当局の発表からだんだん世界的にニュースになってますけれども日本は独自にそういうものを把握しているんだろうかというのを知りたいんだけど 一切誰も教えてくれないんだなこれははいこれが一番私の知りたいところではありますプーチン大統領ワクチン接種、はい、映像公開されてません どこまで本当だかと世界中の人は思っておりますがでもね嘘つくつもりならねなんかちょっと円形でプーチンさんがいて、うん、あの注射してるようなふりだけするのは簡単ですから、ねううね、かだからまあその映像があったからって言って信用できるもんでもないんで、うん、映像があってもなくても結局一緒だよねってそんな感じは、はい、信じる者は救われるっていう状況ですが。<laughs> あのロシアのスプートニク V というワクチンなんですがこれはあのー、最近話題になっているイギリスのアストラゼネカとほぼ同じ方式のワクチンでロシアはこれを中国のワクチンにを使って中国がやろうとしているような同じ外交戦を ロシアも世界に仕掛けたいと思ってますから。いいうん、ところがですね、このスプートニック V、中国って強権国家ですから、うん、えー、有無を言わさずに全員に打つとかですね、この中国発のウイルスに対して中国国民が不安に思ってるなんてニュース一切ないじゃないですか。はいはい、そういう声はもう圧殺して出さないんですよ。うん、ところがね、ロシアって、 中途半端な独裁国の側面がありますから中国ほどは言論弾圧できないっていうところがあって実はロシアの開発したワクチンに関してロシアの3割ぐらいしか打ちたいって言ってないんです、ね。となるとロシアは全世界に自分のワクチンこう広げようとしてるのに自国民ですら3割しか使用していないようなワクチン世界に広げられないじゃないですかでここへ来て「俺が打ってんだから大丈夫だ」と。 いうことを世界にアピールしたい,ういうということなんだけど、うんどこまで本当だか <laughs> 言わざるを得ない。以上ズームフラッシュでした。三月二十四日水曜日時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。マセマサヤカでお送りしています。ご意見をご紹介していきましょう。ありがとうございます。五十五歳男性のサンディエゴ太郎さん。へーへーサンディエゴ太郎。うん 辛坊さんに質問があるのですが、はい、私は趣味で写真を撮るんですけれども、辛坊、えー、さんがサンディエゴへ到着する際、<う>ボートを借りて沖から並走して写真を撮らせていただいても良いでしょうか。その方はサンディエゴ在住の方ですか。そうそうそう。あ、喜んで。いずれにせよ辛坊さんが到着の際は、不倒から日の丸を振って、日の丸を振って歓迎させていただいて、えー。あ、本当ですか。 あのー、サンディエゴ在住の皆さん、多分ですね、出港してから2ヶ月、まあ、目標は2ヶ月弱なんですが、今回はあんまり急がないので、2>, はい、まあ2ヶ月ぐらいかかったとして、サンディエゴ湾の中の北のほうにです、ね、シェルターアイランドという人工桟橋があるんですが、はい、多分このシェルターアイランドの検疫桟橋につけることになるだろうと思いますので、そのあたりで待っておいていただくと、 陸上からでも写真が撮れます。うん、でも、沖合に行かれるんだったら、入港の時には、あの、後ろに日の丸、右舷の多分ね、上の方に清浄機、うん、その下に黄色い旗をはためかして、うん、で左舷側のあの旗あげるところに、えー、多分ね、来週末ぐらいに、私のへの応援メッセージをたくさん入れた旗が、 できるはずなんで作業側にそれをはためかせながら、はいえー、入港予定です、えーえー、39フィートハルベルホルベルグラッシーっていう船ですから、うん、見たらすぐわかりますあの青いラインがシューッと入ってる綺麗な船ですから見たらすぐわかりますのでんかね地元民と交流できるようなイベント予定されていますかっていう。いや今のところですね、うん まずあの入港、検疫桟橋に入港はできるはずなんですがその後の扱いがよくわからないんですよ、コロナの感染状況とかですねえ見えないことがたくさんあるんで場合によったら歓迎セレモニーも何もなくですねありがとうございました、さようならって言ってメキシコの方に行っちゃうかもしれませんので上陸できないなんてこともあるんですかね絶対ないとは言えないですね、外国ですからね。日本だったららいろんなことが想定できますから あのね、実はね、はい、ここだけの話ですが、私より2年早く太平洋横断を成功された、はい、私と一緒に船を沈めた盲目の岩本光弘さんが、アメリカ人のダグスミスさんと一緒に、うん、2019年の、えー、春に太平洋横断に成功されたんですが、はい、この時に日本に近づいてから、日本の当局に無線を連絡に、無線で連絡を取って、はい、ところがですね、日本の審査が厳しくてですね、はい これもしかすると日本入港できないかもしんないっていうことになりかけて、船の上ではですね、日本はこれ入港拒否中か手続きがすごくもめんどくさいんで、入港できなかったらそのまんま北上してアラスカ行こうかってアラスカはアメリカ領ですから、えー。 ダグス・ミスさんという方はアメリカ国籍なんで、その方が入りやすいということは。もともと船がアメリカ船籍なんで。えーえー、だから私の船は日本船籍ですから、うん、日本船籍の船でアメリカ行った時に何が起きるか、まあ関係書類は今着々作成中ではありますが、うん、見えないことが多いんで、そのサンデー・ゴ・タロさん、迎えに来ていただいても、 手振って終わりの可能性はないた、ねはい、多分ねそこで陸上であのちょっと私ね食料と水が足りないんで、うん、あのお願いしますって言って私のところに何かをサンディエゴ太郎さんがボートから渡した瞬間にうん、うん、もしかすると何かの法律に触れて逮捕される可能性がないとは言えないですね。ねはい、結構めんどくさいんですよ。<ー>えー、サンディエゴ太郎さんでも ね、応援できるといいです。よね、夜中にこっそりアメリカの沿岸警備隊が見てない時に。近海とかいただければ。進めないでください。何言ってるんですか。犯本当ですよ。まあ、でもね、ちゃんと応援できるようなね、状況になることを祈ってます。本当に心から。そうですね。それはどうせお前なんかつかないだろうって今思いましたね。絶対そういうことですね。そんなことはも心の底からも無事に帰ってきてくれ。心の声が聞こえたような気がしたぞ。今。とんでもないです。そんなことない。 ですさ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見もねお待ちしておりますメールは ZOMZOOM1242.com o, Z o で感想はツイッターでもどうぞハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいこの後は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんがお隣からねいらっしゃいますお隣からってはい 日本放送がお送りしています辛坊二郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです月月の月例経済報告政府は昨日三3月の月例経済報告を発表しました アメリカ向けの自動車の輸出の伸びが弱まったとして、輸出の判断を下方修正する一方、企業の倒産も減少しているとして、景気全体について、持ち直しの動きが続いているものの、一部に弱さが見られるという判断を据え置きました。 ということで専門家のご登場です第一生命経済研究所首席エコノミストの長,橋長浜俊弘さんですよろしくお願いします長浜,浜さんよろしくお願いします、はいはい、まず今日番組冒頭でですねスウェズ運河が詰まってるって話をお伝えしたんですが、はいえー、海運業等が今日株下がってですね、はい、えーっと 4日間連続で下げて、なんか先週の金曜日と月曜日で1000円以上下げましたよね、で昨日も下がって、今日は冒頭、600円ぐらい下がってるのかな、うんえー、なんかそんなことになってて、<円>えー、大丈夫ですか、これ、500いくらですかそうですね、やっぱ経済ね、ね運輸って、ね、経済の根幹ですからね、やっぱこれが早期に回復しないと、ちょっと株価的にも厳しいかもしれないですね、しばらくね。どうなんですかね、株価、まああのやっぱりちょっと、ここへきて、えー オーダーに乗ってちょっと上げが早すぎんじゃないのっていう印象もあったんで、はい、まあ多少は調整するのは当然かなと思うんですが、はい、ここに来て2000円ぐらい下がっているのは単なる調整なのか、はい、何か悪いことの前兆なのか何、はい、でしょう。うんまあでも 経済自体は別に悪くなってるわけじゃないので、えー、多分、あの、高くなりすぎた部分のスピード調整的な部分だと思うんですけど、どただ一方でこれ下がってる要因は、えー、あとはそのアメリカと日本の金融政策でもちょっと変更があって。はい,はいはいはい。あ たんですね、でアメリカの方では、これまでそのいわゆる金融機関に対して、まあ、優遇策で、まあ、結構ね、あの国債とか持ちやすくするような策やったのそれをまあやめちゃったりとか、あと、こっちの方が大きいかもしれないです日銀が今までその株買ってたじゃないですか、ETF, はいはい、ETF を、はい、それをお要はこれまでその日経平均連動型とトピックス連動型買ってたんですけど、日経平均連動型はもう買わなくなるということで,で、日経平均はものすごい下がってると、ただトピックスはそんなに下がってないんで。 あそうなんですかちょっとね今の話でもう株やってる方はもう、うん、あの以上終わりでついていらっしゃるんですが株やってらっしゃらない方は多分分かんない話だと思いますが、はい、ただこれ以上これに関して深く解説してもらうのは株やってない人はどうせやってないわけで、はいはい、<laughs> どうなんだろうなまあ簡単に言うとですね、はい えー、株価の指標っていうのがあるわけですよ。日経っていうのは日経225っていう225種類なんですが、トピックス、その225種類の、これがまた単純平均じゃないから話がややこしいんですけど、 銘柄の途中で入れ替わったりなんかして、む、む、昔から一応こう連続してる価値尺度として、ね、あの、だからまあ簡単に言うと現状においては、あの、東京証券取引所の一部上場の225銘柄の株価を、まあいろんな指標を過去との整合性が取れるように、こうバランスを取って225種類の株を選んで、それの平均値出してるわけですが、え、ー ところがですね、それに入ってない株価っていうのも、株ってのも山ほどあるんです。トピックスってのはどういう仕組みになってますかトピックスってのはもう東証一部に上場している、全銘柄の加重平均みたいな、ええとなると、はい、今までその ETF っていうのは要するに株価連動の投資信託って言って、まあ簡単にその組み込まれてる株買ってるのと同じようなもんですから、はい、日本経日銀が今まで、あの、あの日経平均に え、連動してる ETF を買うということは、日経平均を出している225種類の株を買ってるのと、まあ、基本同じ構造なんですよ。えー、となると日銀がこの225種類の株は買ってんだから、 ここは下がんねえだろうとか、これから上がるだろうとか思うと、その225種類の株っていうのが上がってたんですが、今回、今回日銀が、その、景気対策のために、まあいろんな対策のために、株を買ってたやつの対象として、この日経225連動のやつを外すということになると、日経225の225種類の株が、が、 特、特別に上がるという感じじゃなくて、他の日経、そのトピックスっていうのは、あの、東証一部に上場してる全株式に基本連動してるもんだから、そうすると日経225に組み込まれてる株を買ってた人は、これもしこのまま持ってても、そんなに上がんねえかもね、とか、そういうことで売りに出されると、そっちの株が下がると。そうという解説でいいでしょうか。そもそもおっしゃる通りなんですけど、ま、まさに日経225で日本全体の株を表している。 わけででははなないいととううことはそうなんですよ、はい、だからよくあの新聞に日経平均が過去最高値とかって言ってるときに、全然違う株式指標で見ると、あれっていうこともあるし、逆のこともあるし、だから、それだけ見てても、実は株価の動きも経済の動きもよくわからないということがあるので、だから長浜さんみたいな人に本当はどうですかということを解説してもらう価値があると、こういうことですよね、はい。はい トピックスの方を見てください。これからは。なるほど、よく全部入ってますから。一部、はい、上場が。それは何か、はい、それを言うことにおいて長浜さんに何かの利益がもたらされる。<laughs> いや特にないですけど。<laughs> いそっちの方がね、あの経済全体を表しているので、ね、そっちを見ましょう、えー。トピックス。はい。T O P I X。はい。 はい。という株式指標です。はい、だから株式指標は日経平均だけではない。はい。そんなこと言ったらアメリカのダウだって、ダウ、はい、なんかもっと少ないですよね。おっしゃる通りです。うん、はい。ダウジョーンズって50種類ぐらいですよね、確か。そうです。だから、あの、そういった意味では、あの、分かってる人は、あの、SP、SP500 って言って、500名柄が入ってる株価指数の方を、はい。重視しますね。はいはい、そうなん我々エコノミストとか、うん。だから、要するに何々へ、よく株式市場がって言うけれども、うん、じゃあその株式市場って一体どれのことを言ってんだよっていうのまで、 ねあのええ、経済ニュースを読み解くときには必要なんだけれども、はいはい、どうなんだろう、一般の人がそこまで見る必要があるんですかね。<や>だけど株をやってる人は、はね、株をやってる人はそんなことはもう、社会に説法でみんな知ってる話で、はい、いやだからメディアがやっぱりその日経平均とか、ダウを扱っちゃうからだめなんじゃないですかね。 多分あのいずれもその円とかドルだから単位が分かりやすいから出してるだけだと思うんですけど本当はもうトピックスとか ST500 を見たいいだから為替のね今日1ドル108円なんとかってみたいな絶対の数字じゃないっていうことなんですよね為替に関して言うとその取引が行われてる現物の値段ですからそういうものだななんだけど、うん、日経225日経平均がどうのこうのとかダウ平均がどうのこうのって言うたってそれは数ある指標のうちの一つであるという認識を持っておかない。 はい、いけないよって話なんですがさあ、えー、それを踏まえた上でこれから経済どうなりますか現状の経済がどうでこれからどうなるんですかあまあ足元はねとりあえずは緊急事態宣言がね 一応解除されましたので、それで完全解除じゃないんですけど、えー、あのとなると、まあ、少しはあの戻ってくるんじゃないかなと思いますけど、ただこれで戻ってくるにあたって、また感染者数が広がってくると、はい、まあ一方でそんなに医療提供体制がまた充実、まだしてないと思うので、えーえー、感染者次第ではまたね、経済止めるような動きになってくると、また足踏みになる可能性はあるかなと。うん いすね、それにしても今日昨日発表されているあの地価ですか、まあはい、地価にはいろんな指標があるんですが今回は工事地価ていうんですけれども、はい、この工事地価って基本的に何を表してるんですかね。 これはです、ねえー、とー他にも路線価であるとか、なんか相続税のなんとかの基準になる、はい、な,なんとかかとかいろいろ路線価とか、まあ、基準地価とかありますよね、えーえー、これ、そうですね、いつもこのタイミングで出てくるんですけど、確か、えー、と昨年末ですね、年末時点での、はい、お地域別のお地価をお、はい、示したものになりますけど、かなりコロナの影響が出てるなという。特に、ね、びっくりしたののは大阪の まあ関西では下品な言い,かけ言い方で、引っ掛け橋という言い方があるんですけれども、はい、まあ恵比寿橋というえ横に大きなグリコの看板のあるところの手前の橋がありますよね、はい、あの界隈の地下が、インバウンドで外国からの観光客がわんさか来てたときに、とんでもない値段になってたんですが、今回、長浜さん、一気に下がりましたよね、はい。そうですね あのでただ、これってもう、実はその過去にもうすでに発表されてる路線価で、大幅に下がってることは分かってたんですけど、ええはい、ただ、一般にあまり報道されないので、<ー>これこ、まあ大騒ぎになってるんですけど、ええ、まあただ、そうですね、もうあの今年度の前半には大きく、もう下がってましたね、やっぱりインバウンドを一番恩恵を受けたところなんで、うん、やっぱりそれが消滅しちゃうと、それだけ下落幅も大きい。だって松山さん、とんでもないことになっててですね、うんはい、その道頓堀界隈の薬屋さんってあるんですよ。うん、でインンバウンドの前なんて まああの辺にある薬屋さんで薬買ってる人ってそうそうそんなに多くなかったんですがあの中国からの観光客の爆買いが話題になってる頃ってー、えー、道頓堀界隈のドラッグストアって、えーはい なんだかスーツケースの中に化粧品だの医薬品だのを押し込んでゴロゴロ引っ張る。だから普通日本人が買いに行って、えー、石鹸何個とかみたいな買い方と、うん、全然違うんですよ。うん、ほいでそこの店が1軒あたりのテラント料が 1か月あたり数千万円とかいう,いうとてつもないことになってたんだけど一、うん、千万数千万円の家賃払っても儲かるぐらいすごかったんですよこれがうん、うん、やっぱあのインバウンドだけじゃなくてやっぱり大阪万博っていうね、はいまあ、それの期待も多分大きかったんで、はい、より上がっちゃったっていう感じだと思います、ねはい、ところが今も全くだインバウンド黒門市場なんかがそうなんです、えー、黒門市場も黒門市場はもともとね 私が MU テレビに入って1980年代に年末になると必ず、まあ、あの、お正月の準備風景でリポートに中、生中継に行くところで、その頃外国人なんか見たことなかったんですが、インバウンド以降、黒門市場多分誰かね、目端の利く人がいたんだと思いますよ。もう外国人向けに見事に店を特化して店頭で、 えー、立ち食いみたいなものができるような施設がずらっとできてそれからすごいことになってたんですが、うん、もう反動というか何ていうか、はい、今も全く人いないぐらいな、はい、かわいそうなことになっちゃってそうですね私もちょっと前に来ましたけどものすごいやっぱり閉まっちゃってるお店がいっぱい目立ってましたね,ね、はい、これはしかしインバウンド解禁されないとつまりコロナが収束しない限りは 全く先見えないですよねそうですね、そういった意味じゃ、南海鉄道沿線とかも似たような状況かもしれませんね、詳しいですね中山さん、はい、南海鉄道といやよくあ,のあそこに公園行ったんですよ、そしたら、よく公園行ったら、その人たちが言ってたのが、この辺の沿線はもうあの半分死んでるような街だったんだけど、インバウンドで復活したっていうふうに、ん、多くの人がおっしゃってたんで、えー、まあ、これがなくなっちゃったら、結構厳しいうどうなんですか、東京にそういう地域あるんですか。 いやあのいろいろ見てますけどやっぱり一番インバウンドで恩恵受けてるのって大阪なのでそれだけのイそれウンドがそれが不思議なのが銀座もインバウンドが主流の時にもうそのへえカートというかスーツケースゴロゴロ引っ張る中国からの観光客の人でものすごいことになってて中国語しか聞こえてこないって銀座が言われた時代がありますよね。でも最近 この中国からの観光客はほとんどいないはずなのに銀座はすごいにぎわってんですよ、これ、どういうことですかね。やっぱあるじゃないですかあの、コロナってやっぱりすごい、それでもうかってる人はすごいもかってるじゃないですか、はい、そういった人たちはね、散財されてるんじゃないですか、銀座とかで。か百貨店とかでも、全体よくないけども、宝飾品とかそういうのだけは結構、旅行に行にかなくなった代わりに高いもの買おうとかね,とかかねなんでもね目目端の利く人は目端ののくく人んだなっていうのか。う 去年の前半でコロナがガーッと流行り始めて、去年のいわゆる、いわゆる第一波の1回目の緊急事態宣言の頃って全業種どこもダメっていう感じだったのが、半年ぐらいで、今のコロナ禍におけるライフパターンとか生活習慣みたいなものに、こう、合ってるっていうか、まあわざと合わせてきてるっていうか、そこで見事に商売、販路を広げてっていうのはありますよね、これ。儲かってきてるっていうところが、ね。例えば半導体関連の企業なんて、 冬のボーナス1.5倍ぐらいになってる。ありますからね、えー。<laughs> だその半導体が今この間火災が起きて、あの生産止まって大変なことになってるじゃないですかそですそです。そうです。あのねあのい茨城のルネサスの、えー、大丈夫なんですかそれ。いやそれ,れまずごめんなさい。<laughs> 話順番を追って聞くと、はいはい、その前半導体がそんなに儲かってたら何なんですか。 これは結局、世界的なあの移動接触が抑え込まれたことによって、いわゆるいろんなリモート需要が増えたわけですね、はい、で中でも半導体の日本の場合製造装置の会社がものすごい競争力が高いので、そういった会社がものすごい世界中から引き合いが強くなって、ものすごい儲かって、冬のボーナスが1.5倍とかっていうところがあります,すごいですね。はい ところがここへ来て、なんか世界的に半導体の生産止まってますよね、日本はそれ、あの火事で、なんかとどめさせちゃった感じがありますけど、はい、これ、何が起きてるんです,ですかあこれ、ルネサスの,あの中工場ってところで、火事で、えー、で特にあのルネサスの中工場っていうのは、あの自動車向けの半導体の部品作ってるんですね。はい、で、実はあのこれ、東日本大震災のもあも、ルネサスの中工場が被災して、えー、当時はあのマイコンっていうその部品、世界の4割そこで作ってたらしくて。 であのときはもう東日本大震災というか世界の自動車メーカーに影響でうんじったんですけど今回はまあそれでもウェイトが2割ぐらいまで世界のシェアが下がってきてるんで、えーえー、そこまで影響ないもののやっぱり日本の自動車メーカーはもう大変なので各自動車メーカーの方々がもう復旧のために支援でまたた行ったりとかさあそのあたりも含めてえー、っとまあ国会では最低賃金全国平均1000円とか、まあ、今年の春の 内定率ですか、やっぱりだいぶ下がってるとか、はいえー、そのあたり、一つ一つちょっと解説してほしいんですけど、最低賃金は、もちろんねあのあ、緩やかに上げていくことは重要だと思うんですけど、えー、ただ、あんまり急激に上げすぎると、あの韓国みたくですね、はあ、あの結局、最低賃金上げすぎちゃうと、特に中小企業とか、人雇えないってことで、えー、逆に失業者が増えちゃって。 景気の足を引っ今、韓国、そうなってんですかあの少し前からもうなっていて、はあ、えで多分そうはいっても最低賃金で、ちょっと前のコロナ前の人手不足の時に、最低賃金上げるんだったらよかったと思うんですけど、今ってもう、ね、コロナで厳しくて、人手が余ってる状況じゃないですか、えー、でそういう中で、まあ、緩やかな最低賃金の引き上げはいいと思うんですけど、あんまり上げ,上げすぎると、逆効果になる可能性があるので、まあ、そこはちょっと慎重にやってもらいたいなと。な 就職、これ大学、まあ、高校でもそうですけれども、うん、なんでこのタイミングなんだよっていうね、若い人多いと思うんですけど、そうですね特にやっぱりね。 航空会社とかのね、就職を夢見ていた学生の方々、本当に可哀想だな、というふうに思いますね。ただ、あの、過去もね、こういった就職氷河期って、まあ何度も繰り返してきてるわけですけど、でも過去振り返ってもですね、要はこの就職氷河期で確かに厳しいのかもしれないですけど、ただその時にあまりにもその、新卒を絞りすぎて、その会社のいわゆるその、雇用の年次の体系が歪になっちゃって、後で大変なことになるってことを結構、 そんな金融機関とか経験してきてるので、そういった意味ではです、ね、まあ、できるだけ不況でも採用は維持してもらいたいですし、あとは一方で、過去に比べればです、ね、今ってその第2新卒とか、あの結構ね、あの若年のというか、20代ぐらいの社員の人ってこ、こ転職とか、ええあ、そういったことがあのしやすくなってますので。 なんとかそういったところで、えぇ、ー、第一規模入れなかった人は、あの、どっか違うところに入って、転職を目指すと。まあ、そういう方向性も少しは可能性あるんじゃないかなと思います。どうですかあの、我々の頃はもう新卒一括採用で定年退職までその会社にいるっていうのが当たり前の社会風土だったんですが、うんはい、日本だいぶ変わってきてますかあの、かなり変わってますかり変わってないんですかどっちですか、ね きてると思います、ね、でそれもその最近だと、若い人だけではなくて、えー、例えば、一昔前はもうね、転職は35歳までみたいなことをわれてたんですけど、はい、最近では、まあ、そんなことなくて、まあ、結構シニアな方もですね、もちろんね、あの実力がある人っていうことなのかもしれませんけど、まあ、結構転職が進んできているので、まあその後やっぱりね、あのまあ、コロナで特に急激に産業構造の変化を余儀なくされましたけど、ある程度、産業構造変化があの動いていく中では、やっぱある程度ね、流動的に 雇用が動かないと、まあ、なかなか海外に遅れちゃゃうんじなななないかかかね、はい、答えにくい質問だとは思いますが、今、の実力のある人はって,っておっしゃったじゃないですか、はい、どういう人を実力のある人って言うんですかねあそれは業態によって多分違ってくるとは思うんですが、えー、もちろんね、その手に職を持っている人とか。 あのまあ、そういった人は分かりやすいと思うんですけど、ただなんか話によると、まあ、人材関連の人の話を聞くと、結構長らくその、いわゆる営業とかでね、一つの会社で働かれてきた人なんかも、ええ、まあ実はあのニーズがあったりとかするらしくて、あとはその結構ね、あの今ってこうシニアの優秀な方でもなんかね、もう年齢で区切って、も定年とかあるじゃないですか、そういった優秀な方を,を結構採用して。 例えば最近もあの家電メーカーで結構その大手ブランドじゃないけども性能が良くて安い。ある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 。はい。たくさんけたじゃないですか。あ,<の>ああいったところって結構その大手メーカーとかで活躍されてきて、まだまだ働けるんだけども、まあ定年ということで大手をやめられた方を、うんはあ あの引っ張ったりとかして、そうなんですよ。そういう人をやっぱりの国内企業で何か手当てしないと。どんどん中国へ働き行っ、はい、ちゃいますよね。そうなんとかしないとまずいですよね。はそう,ですう,そうです、おっしゃる通りです。えー、ということで、長間さん、はい、あのー。 え私のと一緒に出ていただくのはしばらくお休みになりますが、はい、最後に何かあのおっしゃることがあれば <laughs> いやあのー、ぜひともあの辛抱さんて、ね、あそこ,こですか無事と成功をお祈りしておりますので,です、はい、元気で戻ってきていただければと思います分かりました、えー、その間どこの株買っといたら儲かりますあいやもういいや <laughs> じゃあまた今度 <laughs>、はい、長山さんにはね来月も水曜日にはご出演していただきますありがとうございますありがとうございました 三月二十四日水曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここで辛坊さんのエンディングリクエストのコーナーです。はい、えー、私のエンディングリクエスト、今日と明日二日なんですが、どうしようかと、いろいろ考えたんですけれども、はいえー。せっかくですから、あのー、この二日間に関してはですね。えー、まず、今日は増山さんに決めていただいて、明日は井田浩二君に決めてもらおうかと。増山さん。 何か私に送る曲みたいいなやつお願しますさっき突然言われた私は何日間か吟味して本当は選びたかったんですけれども突然振られて送る曲でしょ無事帰ってきてほしいからカエルの合唱とかいいかなとかでもあまりそれだとカエルの合唱あんまりだなと思いましてあんまりですなのでちょっとベタですがセーリングとかどうですかね。 はいはいセーリングですね。あ分かりました。じゃあセーリング。おぜひねあの送ってだと誰だけあれだなあのクリストファークロス？えロドスチャート違うロドスチャートじゃないの？セーリどっちでもじゃあクリストどっちがいいですか？いや大体大体ロドスチャートばっかり聞いてるんで。じゃあそれは志望さんの好みの方に合わせます。いや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 そのクリストファーなんとかがいいです。クリストファーなんとかでいいですか？じゃあクリストファークロスのほうにしますね。 はい、お願いします。それでええー、じゃ、メールね、えー、時間ありますね、ご紹介します。ますええー、抹茶きなこさん。先週のお話ですと、辛坊さんの船には位置情報を通信する機器が搭載されるそうですが。A. I. S.。あ A. I. S. とは別のやつ。<ー> A. I. S. も積みます。積みます。それも積みますか。はい えー、ライブ船舶マップなどで航跡を見ることができるんでしょうか、はい、船名、船名。えっとね、AIS っていうやつは、あのー、多分ね、短距離通信なので、うん、近隣の船に場所が分かる、AIS データをこう繋いでいって、マッピングして、あの、いろんな船がどこにあるかを表示するシステムがありますが、うん、太平洋の真ん中に、 で周囲に船がない時におそらく AIS のデータだと表示されなくなっちゃうんでそれとは別に衛星通信を使ってあのイリジュム衛星っていうところの,あの近距離の衛星があるんですが、はい、そのイリジュム衛星を使ってうちの船がどこにあるかというのを示す、えー、表示を今構築中で。 えー、多分ねサイト3つだから「あのフルの電気っていうところのサイトか「はい、読売テレビ」で私の後輩の小沢くんがやってる「読売テレビ」のサイトか、はい、あるいは「私の辛抱あの、はい、辛抱の旅 N」というツイッターがありますが、はい、そのツイッターにリンクを貼りますんでそこから追跡していただければ、はい、私の船の位置はあの。 刻々更新されていいくやつをご覧いただけますなるほどなんかちょっとドキドキしますね。いやだからね、<laughs> ここそうなんですよ。これね、ちょっと正直、フルの電気がつけてくれるって言ったときに、断ろうかと思ったんです。うん、というのが、うん、白浜辺りで点が動かなくなったら、バレちゃうじゃないですか。<laughs> そんなこと企くらんでるんですか <laughs>、えー。だからね、その機械を取り外して、近所で見つけたイルカの背中にくくってやろうかと思って。<laughs> <laughs> とんでもないところに行っちゃったりして、びっくりされますよね。そ,そ,それね <laughs>。えーみたいな。<laughs> <ーん S 2> はい。そんなんでいかがですか。はい、わかりました。ということなんでね。お願いします。さあ、ご意見はズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。 4都県の飲食店への時短要請、4月21日まで継続へ。東京、神奈川、千葉、埼玉の首都圏4都県は、新型コロナ対策として、飲食店やカラオケ店に要請している午後9時までの営業時間の短縮要請について、4月21日まで継続する方針を固めました。 今日一都三県の知事はテレビ会議を開き、正式に決定します。えーっとですね、ちょっと東京都のやり方に関して若干批判が湧いてるのが、ですね緊急事態宣言は、えー、今週、日日曜日月曜日月曜日から解除された状況ですよね。はい、で月曜日というのが20 えっと、2日になりますかね。22日月曜日で、緊急事態宣言が出されていた21、出されていたのは21日なんですよ。で、今の緊急事態宣言、統一が変わって、あの、時間短縮の要請等に応じないと、まあ、過料というのが、あの、取れるように、取れるようにっていうか、まあ、罰則がつくことが、この間の国会で決まりたじゃないですか。で、今そういう状況なんですけども、東京都はですよ、 21日に緊急事態宣言それは緊急事態宣言が出されていないと過料は取れないですね罰則違反にならないんですが、うんえー、あともう3日で緊急事態宣言解除されるのが分かっている18日の段階で、えー、それまでも含めて緊急事態宣言下で時,時短に応じていなかった店に命令出したんですよ、はい、もうあと3日しかないのに命令出して、うん、その3日間の違反で。 えー、過量に処すということでうん、これなんか、あのー、もうある,ある意味、非常に見せしめ感が非常に強い処遇だったんで、んやっぱり一部、すごく反発があって、はい、ある飲食店のチェーンの人が賠償を求めて、逆に東京都を提訴するみたいな騒ぎになって。はいはい どうなんだろうなって私なんかも正直ね、この一連の措置に、東京都の措置に関しては思うんですが、その東京都の感染状況、最新、今日ね、お伝えしてなかったんで、あ、まあ、ニュースの時間にやりましたかね、やりましたね。えっと、今日の検査陽性者が420人です。 で、水曜日って大体多いんです。いいいい水曜日ってあの週明けにガッとあの PCR 検査等々に週末なかった、週末いかなかった分月曜日に集中するんで、はい、どうしても水曜日の過去の感染者数っていうのは多く出るんですが、この今日の420人っていうのがどのぐらいの大阪かというと、 先週、唯一4 0 0人台に乗っているのがやっぱり水曜日だけなんですが、先週の水曜日、409人という数字で、結構多いなと思われた方、多いと思いますが、それよりも今日の方が多かったと、その前の週が340人、その前の週が316人、これ全部水曜日ですよ、その前の週、2月24日に213人、2月17日が378人で、 えー、2月10日が491人ということは今日の420人を上回るのは123456週前の2月10日の491なんです。はい、となると現状の感染状況は2月の最初の週2週,2週目か2月の2週目に匹敵する状況だと。じゃあこの6週間の緊急事態宣言は名だたの っていうのがぶっちゃけ正直なとこですよね、はいえー、一変延長して再延長までかけて感染を2桁台に落とすって、はい、専門家出てきて言ってた人たちが今すっかり黙っちゃってるのはどういうことなんだろうかどうしたいんだろう、はい、この人たちっていうのが正直なところでありますけどね、はいえー、基本的に、あのー、これ東京だけじゃありません。えー、全国的に で基本的にこの2回目の緊急事態宣言が出されたのはあの 1, 都1都10府県で11の地域で47都道府県のうちの11の府県でそれから大阪などは実は1週遅れて緊急事態宣言が始まって3週早く緊急事態宣言を閉じてるんですがまあほぼ東京の感染状況と同じなんでだとするならばこの感染が増えたり減ったりなんかするところは えー、おそらく何か違う要因があるんじゃないのっていうところで思考を停止せずにじゃあ何が原因なんだろうということもうちょっと突き詰めて専門家の方は考えた方がいいと思うんですよ原因がはっきりしなくてとにかく緊急事態宣言しかあの立ち向かう道具がないっていうか、うん、武器がないという状況はまずいと思うんですが、うんで,すね、でもそういう話がねちょっとも前面に出てこないのがまあ私はねこの番組やってて不思議だなと思います。私のあのあ この番組における遺言みたいな話ですけれども私は1年前から言ってるんですが、はい、定点観測をして感染状況がどうなってるのかをちゃんと把握してそのデータに基づいて、うん、じゃあなぜこの感染状況の変化が起きるんだろうということをもうちょっと科学的に突き止めないと、えー、なんかちょっと感染が増えてきたら緊急事態宣言緊急事態宣言やって減るんだならいいけども過去6週間東京が増えてるということをちょっとやっぱ直視しないと駄目なんじゃないの と思います。ズームオンでした。お送りしているのはクリストファークロスでセーリングであります。はい、えー。あの、増山さんの、えー、プレゼントということでいただきました。はい、はい。まあ、タイトルがセーリングですからね。うんえー、で、私、セーリングっていうと、<laughs> 確かに有名なのはロッドスティアートの。のロッドスティアートのセーリングの方が有名かもしれないですが、うんうん、実はこのクリストファークロスのセーリングって。 1981年のグラミー賞五部門総なめっていうですね。えー、すごい曲らしいです名曲ですよ名曲。えーね、まあこの透き通った綺麗,、ねね、綺麗な声ですね。あの<ひ>やっぱりえあのやっぱ風を受けてね、はい、え前に進む趣旨の。うんうん 歌ですからよかったです。歌詞をねしっかり確認してなかったんでちょっと不安だったんですけどもね。昨日の歌詞のあのクイーンのいつかビューティフルデイは実は相当シビアな歌詞ですから。これは。ういうことってあります。これ。と思ったんだけどもうかけちゃいましたからしょうがないですけど。洋楽そうですね。なんか曲調でこれはいい曲だと思ったら実はすごい悲しい曲だったとかっていうことがあります。気をつけないとね。さあお聞きの日本放送この後はショーアップナイタースポーツねお送りしますが明日朝6時から。 の飯田浩司のオッケー、コーアップコメンテーターが明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。で、この辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、木曜日ですからね、飯田アナウンサーも登場します。辛坊さん、本当にラス一ですよ。よし、明日はね、飯田浩司君にエンディングリクエスト。うんうん、また、カラオケの曲かなんか、注文されたらな。飯田 <laughs>、ね、君、頼むよ、今日から選んどいてね。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と。日本放送、増山さやかでした。明日で、しばらく。 バイバイだよ